さん、部活お疲れ様でした。素晴らしかったです。感動しました。こちらこそ、いろいろお手伝いしてくれてありがとね。一緒に泳げて楽しかったよ。私も本当に浦女の水泳部員になったような気分でした。君も泳げばよかったのに。行ったね。楽しみにしてるよ。その時は水着忘れないように。あの、ヨウさんはこの後何かご予定はありますか？その時は体操着貸してもらえるように頼んであげるから。あの、ヨウさんはこの後何かご予定はありますか？ううん、部活も終わったし、このまま帰るつもりだったよ。でも今日は二人がいるし、遊びに行けたらいいなって思ってた。それならば聖地巡礼に同行していただけないでしょうか？学校や水泳部以外にも気になる場所があるんです。いいよ。私もアニメでこの場所、あそこに似てるなって思うところいくつかあるんだよね。行ってみよう。この砂浜が第3話に出てきたところじゃないかな。すごい、間違いありません。ネットの画像で見るより何倍もリアルです。そりゃ現実の景色だからね。写真撮っていいですか？どうぞどうぞ。主人公たちが大会に向けてミーティングをしていましたね。砂浜をホワイトボード代わりにして説明を。そういえばアクアという名前は砂浜に書いてあった謎の文字が由来なんですよね。うん、実はその砂浜ここなんだ。なんと、つまりここはアクア誕生の地というわけですね。それほど貴重な場所だったなんて。私もこの場所は思い出深いよ。あの頃はまだチカちゃん、リコちゃん、私の3人しかいなくて、歌やダンスの練習だけで精一杯でさ。初ライブが決まるまでグループ名がないことに誰も気づかなかったんだ。急いで考えたけど、いいのが思いつかなくて大変だったよ。そうですね、難しいですがとても大事なことだと思います。名付けは誕生を意味する行為でもあります。そして名前は道しるべであり器。自分が何者で何をすべきかを示し、願いや思いを託すもの。私たちの気持ちの器か。